テンション低いですね。久々ですかね、ロケみんなで。7人ロケは。そうですね。俺のあの催眠術からもう1年経ったってこと。もう経った。まだ解けてないよ俺。ピンピンよ。私生活が影響する。はい、CL が開局してなんと今年で4周年ということで。おめでとうございます。CL フォースアニバーサリースペシャルウィーク。本日は僕らの企画でございます、はい、我々3代目 JSOULBROTHERS は今回メンバーそれぞれの絶対に負けられない特技でバトルするガチの7番勝負をこのスタジオで行いたいと思います。なんだなんだ、なんかそれぞれ持ち寄ったんでしょ。これだったら負けないっていう、ね、自信があるやつ、自信がある、はいはいはい、本人以外で、ね、対決内容全く知らないということで、マジで知らない。ちょっと周り見てください、結構いろんなセットがね、うん、なんかあもうあもうあれなのかなみたいな。ゴルフじゃん。誰が何を選んでそうとかありますか。まあまあ、ナオスさんはねゴルフ。いや、わかんない、わかんない、格好がね、なんかゴルフイズライフ、ゴルフイズライフ、ゴルフイズこれ私服かもしれない。釣りでしょ。あイメージですね。サッカーでしょ。サッカーでしょ、どうせ。いや、イメージでしょ。わかんない、わかんない。なんかもうフレーム組まれてます。組まれちゃってるから。あれなんだよね。ガンちゃんとかわかんなくない。ガンちゃんわかんない。ガンちゃんなんだろうね。目じゃない。あー。どうでしょう。直樹さんとかもわかんなくない。紅茶でしょ。紅茶。紅茶。紅茶。何さん紅茶でしょ。スタジオ使ってそんな地味なの。紅茶。わざありそうだぞ、それ。全然ありそう。ありそう。ありそう。さあということでありえないと思いますが、もし自分の対決で1位になれなかったらロケの最後に罰ゲームもあります。罰ゲーム、罰ゲームあんの当たり前じゃないですか。なるほど、自分で選んどいて自分で負けるなら、まあ確かに、なるほどね。ただし各勝負で順位付けしてその順位によって得点が与えられます。最終的に一番得点が高かった人にはなんと、うん、超高級和牛5万円相当、すげえ豪華商品を差し上げます。嬉しい、だいぶガチ感上がるなこれ。これは絶対欲しいもん。でかいな、和牛食いてえな。さあ、それじゃあ早速やっていきましょうか。いいですか。さあ、ほら、おー、マジで、ライン来た、ライン来た、ライン来た。これわかんないの、やばいだろ。絶対勝つ。おー、来た、来た。うわ、むずっ。もう無理だもん。もう無理。よーい、はい。さっちゃんに告白しようと、お前がやったんだろう。いい加減吐いて楽になれ。どけどけどけ、どうした。